投げるね。よっ。あバケッタだ。目的地に到着しました。よっ。いいじゃない。鈍くなってるよ。軍隊はこっちに上がったわけね。よっ。ワクワク成功です。男に二言はねえ。ほらよ、約束のブツだ。ねえ、ちょっと待って、今回は？ついニューディーだと思って手加減しちまったからな。これがうちの親分はしつこいぞ。勝つまで絶対諦めないからな。せいぜい覚悟しておくことだ。あばよ。とんでもないのに目をつけられちゃったわね。人気者はつら。レベルアップです。レベルアップだ。見つけた。使うわよ。これなら。頑張ろうね。いいのがないかね。倒したんじゃないよ。グレネード行くぞ。投げるぞ。やっちゃうでしょ。エネミーのお出ましだ。すごいすごい。倒したみたいだよ。いいじゃない。軍配はこっちに上がったわけね。エネミーのお出ましだ。援護してくれると助かる。どんな問題。軍配はこっちに上がったわけね。
使うわよ。これな。使うわよ。くらえ。よーよー、待ちくたびれちまったぜ。久しぶりだな、アファシスちゃん。そんなに親分、追っかけしているの俺たち。またあんたたち。そういうのってね、ストーカーっていうのよ。まあまあ、ジョーはいい人です。この前はお菓子をくれました。細かいことは気にしないでください。つまり、どうしてそういう理屈？正々。勝負はこのま。情報でどう？俺様はアファシスちゃんのパーツの情報を持っている。なんでそんなことまで知ってるの？アファシスちゃんのことなら何でも知りたいからな。集めた情報の中にあったのさ。まあ勝負を受けようが断ろうが、俺様の照準はお前さんの眉間に合わす。パーツの情報は欲しいわね。どうする？そうなるわよね。敵発見。アワシ。残念だ。クレハ。残念だ。グッジョブ。アワシ。イルクなってるよ。どうだ。ほ。ふ。それ。行くよ。遅いな。ほ。助けてください。動きが鈍い。行くぞ。アファシス、助かるね。やるわね。クレハ、そう言ってもらえると嬉しいよ。任せて。グッジョブ。いやー、照れるな。やるな。殲滅完了っと。ほよっ。ワクワクです。これなら。さあ、あたしたちの勝ちよ。パーツの情報をよこしなさい。いいってことよ。さあ、もういい加減諦めればいいのに。わかりました。今度はアイテムや情報をもらキリト、何でしょう。まだまだ強くなるわよ。
大型アップデートの続きってまだなのかな。きっと何かしら仕掛けがあると思う。クエストクリアが条件になっている。早く始まらないかな。ワクワクするよね。失礼しますわ。ゼリスカさん、お久しぶりです。あら、クレホちゃん、ここってあなたのホームだったの？あなた、またレイちゃんから目を離したでしょう。先ほどショップの窓に張り付いて店員 NPC に不審な目で見られているところを保護しました。ただいまです。ちょっとだけお散歩に行くだけのつもりだったのです。いいえ、保護者責任というものがあるの。今回はデイジーちゃんが見つけたからいいけれど、今度見つけたらうちの子にしちゃいますからね。セリスカはとても優しいけど、私のマスターはこの…だったらレイちゃんも気をつけてね。マスターのそばで別に迷子には…それって迷子だよね。でもどうして窓に張り付いていたの？欲しいものがあったのです。お金が足りなかったの？もしかしてお小遣いをもらってないの？マスターはまだヘナチョコだから、マスターの装備を優先したいのです。アファシスにはお小遣いシステムというものが、自由になるお金を与えることでその子の個性に応じてアイテムを、時には手に入りにくい武器や強化に役立つ、もちろん変わったものを買ったり普通にお小遣いとして使う場合もありますけど、どちらにしろ GGO で共に生きるパートナーですもの。少しはそういうところにも気を、分かっていただければいいんですの。では、マスター、今まで言わなくてごめんなさいです。マスターのために掘り出し物を探してきますね。ねえねえ、あんたいつの間にゼリスカさんと知り合いになったの？やっぱりゼリ…私も名前を聞いたことがある。でも攻略…そうそう、すっごく強いソロプレイヤーなんだけど、 BOB やイベントには一切出ないの。何度かソロ同士のよしみで助けてもらったりお話ししたことがあるんだ。強いし美人だし優しいし、あんな風になりたい。へえ、そんなに強いならこの前会った時に決闘を申し込めばよかったね。どうだろう、なぜかは知らないけど目立つことが。
これなら行くぞ。くらえ、手逃げだ。いい感じだったね。やるな。敵発見。グレネード行くわ。投げるわ。グレネード行くわ。なかなかいいアイテムね。おめでとう。エネミーのお出ましだ。よっ、やるな。ふっ、それ。はーっと、いいかな。それ。準備運動。ほっ、ほっ、ほっ。グレネード行くぞ。投げるぞ。よっ、はーっと、はっ。ワクワクです。エネミーのお出ましだ。油断はなしだよ。投げるね。くれ、クリスタルだ。ヘイトが集まってきた。そんなものワクワクです。グレネード行くぞ。すごいのです。いいのが入ったね。何の完了っと。やれば、すごいじゃない。クレア、サンキュー。エネミーのお出ましだ。スナイパーよ、注意して。要注意エネミーなのです。倒したみたい。応援してますよ。アファシス、助かるね。やるわね。クレア、ありがとうです。いい感じだったね。軍配はこっちに上がったわけね。アバス、トレジャーボックスだ。運がいい。よし、次行こうか。これなら。それ、ふっ、それ、よっ、はっ、ふっ、それ、よっ、はーっと。わーい。敵発見。すごいな。殲滅完了っと。ドレジャーボックスがあるぜ。よっ、敵発見。スナイパーの登場だ。うわっ、突破する。ヘイトが集まってきてるね。無理するもん。これはちょっとだけよ。ちゃっ、アファシス助かるね。ヘイトが集まってます。アファシス、機能無理は変身しない。ステータス以上に探す。回復行くぞ。遅いな。助けてください。ハッハッ、手を貸せ。応援してますよ。ハッ、アファシス助かるね。そいだ。よっ、やるな。よっ、殲滅完了っと。
敵発見。よっ、よっ、はっ、よっと、よっと、すごいすごい、グレネード行くぞ、投げるぞ、最高です、スワップです、最強なのです。敵をつくる、サイファーだ、拍手警戒、グッチョン、キリコ、いやー、照れるな、アファシス、助かるね、すごいな、やるな。アファシス、頑張れよ、はい、ふっ、それ、ふっ、それ、これじゃあボックスだ、運がいい、これでどうだ、ふっ、それ、はーっと、使うわよキリカ、なんでしょう、た、突破する、そうだな、ほっ、キリカ、気をつけて、頼んでもいいから頑張れよ、あ、アファシス、何もしてくれ、怖いです、グッジョブ、
なも特殊攻撃気をつけて。倒せてよかったよかった。ナイスね、キリト。そう言ってもらえると嬉しいよ。やるな。これでどうだ。よっとよっと。ふっ、それよっ。うわっ、アース、助かった。やるわね、出れるのです。トレジャーボックスだ。運がいい。回復します。アファシス、助かるね。これなら。敵発見。ほっほっ、倒したみたいだよ。はこっちに上がったわけね。私もやりますね。ほっ、ふっ、それはーっと、ふっ、それほっ、はーっと、
よっ、これなら。発見、スナイパーのご登場だよっ。ほっほっほっ、援護してくれると助かる。ネームのエネミー発見。ほっよっ、やるな。いやー、照れるな。これでどう？これなら。と。スナイパーです。アカシス、助かるね。やるわね。ありがとうです。ほっ、すごいすごい。いいのが入ったね。エネミーのお出ましだ。使うわよ。無事に到着したね。いいじゃない。フェイトが集まってきよっ、うん、ナイスね。ありがとうです。すごいな。戦闘終了ですよ。次行ってみよう。行くぞ。敵発見。グレネード行くぞ。そんなもんだい。援護してくれるか助かる。倒したみたいだよ。グレネード行くわ。投げるわ。いいじゃない。殲滅完了っと。ま、エネミーのお出ましだ。フェイトが集まってきて倒したみたいだよ。グレネード行くぞ。すごいのです。投げるぞ。すごいな。最高です。アファシス、そう言ってもらえると嬉しいよ。殲滅完了っと。見つけた。いい感じだったね。すごいすごい。
軍配はこっちに上がったわけね。敵発見。マスター、トレジャーボックスです。エネミーのお出ましだ。ヘイトが集まってきた。いいじゃない。投げるね。グレネード行くぞ。グレネード行くぞ。やるな。どんなもんだい。すごいので。ナイスプレー。なあ、出れるな。倒したみたいだよ。使うぞ。マスター、勝利です。満足できないね。見つけた。ネームドエネミーよ、強敵だわ。ヘイトが集まってきて、どうでしょう。すごいので。アファシス、助かるね。最高です。アファシス、ありがとうよ。すごいじゃない。嬉しいのです。いい感じだったね。すごいすごい。ヒントが集まってます。到着到着。回復を頼んだよ。アファシス、助かるね。よっ、すごいな。手を貸して。これプレネードの服はすごいじゃない。プレハ、そう言ってもらえると嬉しいよ。いいじゃない。グッジョブ、キリト。ありがとうよ。よっと。どんな問題。殲滅完了っと。スナイパーのご登場だ。回復を頼んでもいい。よっよっ。援護してくれると助かる。軍配はこっちに上がったわけね。やるわね。クレハ、そう言ってもらえると嬉しいよ。援護してくれると助かる。援護してくれると助かる。行くよ。最高です。援護してくれると助かる。スワップです。契約中、今のうちにお願い。ナイスプレー、キリト。いやー、照れるな。いい感じだったね。わよ。アファシス、よっかるね。くよ。どんな問題。ヘイトが集まってくる。投げるわ。投げるぞ。次行ってみよう。ヘイトが集まってきた。サプレッションです。やるわね。クレハ、そう言ってもらえると嬉しいよ。ナイスプレー、キリト。いやー、照れるな。
ちょっとだけやばいか。すごいじゃない。クレハ、ありがとう。すごいじゃない。クレハ、いや照れるな。やった、トレジャーボマーよ。鈍くなってるよ、アファシス。助かるね。すごいじゃない。クレハ、照れるので。いいじゃない。いい感じだったね。ネームドエミニー、やれそうか。いや、すごいすごい。殲滅完了っと。やるな。それ、フェイトが集まってきた。投げるね。やるな。最高です。これならやるわね。クレハ、ありがとうよ。クレハバッチ、投げるぞ。よっ、頑張れよ。よっよっ、ほっ、うわっ、よっ。グレネードを使うよ。グレネード行くわ。よっ、グレネード行くぞ。鈍くなってるよ。最高です。ありがとう。ほっほっ、よっ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 。グレネードを使うよ。グッチャー、キリト、そう言ってもらえると嬉しいよ。やるな。殲滅完了っと。頑張れよ。ナイスプレー。キリト、ありがとうよ。使うぞ。マスター、トレジャーボックスです。はっ。それ、よっよっと、それ、ほはぁ、よっと。そうだな、エネミーだ。よっと、すごいな。素晴らしいです。アファシス、いやー照れるな。ナイスプレー。嬉しいのです。ナイスプレー。キリト、ありがとうよ。よっ、賞金か。準備はいいか。素晴らしいです。あ、アファシス、投げるね。めんどくさいね。投げると最高です。アファシス、そう言ってもらえると嬉しいよ。すごいな。やるわね。クレハ、
いやー、照れるな。投げろ。ワクです。いった。どんな問題。軍配はこっちに上がったわけね。エンドエンドってどこか。エネミーのお出ましだ。援護してくれると助かる。援護が集まってきた。最高です。やるな。すごいのです。すごいすごい。グッジョブキリト。そう言ってもらえると嬉しいよ。すごいすごい。倒したんだよ。冗談だろ。レアモノか。よかったな。敵がいる。いい感じだった。最高です。アファシス、ありがとう。投げるね。援護してくれるとよ。ナイスプレー。任せて。どんなもんだよ。最高です。やるな。いい感じだったね。軍配はこっちに上がったわけね。ふっ、それ。ほっ、はーっと。そうだな。ほっ、行くぞ。た、見れちゃいます。あほっ、すごいじゃない。ほっ、サンキー。敵発見。これは強そうだ。やるな。最高です。殲滅完了っと。到着到着。レベルアップ。まだまだ。レベルアップ。レベルアップだ。レイちゃんをよこせと言われた時はどうしようかと思ったけど、こうして無事パーツが手に入ったから結果オーライね。
バザルト・ジョーカー、面白そうなプレイヤーだけど、まあ当分は大変だな。私も協力。私たちも気をつけましょう。うんうん、男ツッコミはしないから。まあまあ、可愛さが上がりました。まったく、親アバターコーディネートができる。これでいろんなおしゃれいいで、記憶のまずはThank you.
調子はどうだ？何か珍しい。他に何かあるか？よかったじゃねえか。面白いものが山ほどあるな。これでいいのか。ほう。よかったじゃねえか。いいもの持ってるじゃないか。他に何かあるか。なかなかの上物だぞ。いつでも鑑定してやる。
今日は何がお目当て？他にもいろいろあるわよ。他にもいろいろあるわよ。どうしましょう。今日は何を作るの？カラー変更はしてみた？
な感じがします、マスター。嫌な感じ？あっちからします。行ってみましょう。レイちゃんをおめえどうしてくれんだよ。てめえがドジ踏んだせいで狩りは失敗、大赤字なんだよ。ごめんでもみんなが先に死んじゃって俺だけじゃ。なんだよ、俺たちのせいかよ。ムカつくやつだな、てめえ。全裸&変顔の写真撮ってやるよ。なーに、所詮はここで全裸になったら、あ、うわ最悪、いけないことです、注意してきます。待って、あの手の連中と関わるのは危険よ。まずは運営に連絡した方がいいわ。そうです、さすが私のマスター。あんたはお人よしすぎなの。クレハ君の言う通りだ、正義、いや、いつきさん。まあ、いや君、久しぶりだね。俺ですか。そうだよ、君の友達のいつきさ。いや、いつきさんよ、こいつは今俺たちと話す。ああ悪いね。じゃあ、おい、喧嘩売ってんのかって。ああ、いくらでも買うよ。だけど僕に無駄玉を使わせたりなんかしたら。あったよ、さあさあ。ありがとう。ありがとうございました。お礼を言われるようなことはしていないよ。数日ログアウトしてから戻ってきてごらん。害虫どもは。すみません。駆除ってどうするんですか。さっきの会話は撮影アイテムで録画済みさ。運営に通報すれば厳重注意、そういうわけで。パイソン君。かしこまりました、ありがとうございます。いつき、僕が好きでやったことさ。君たちがそれより君たち時間はあるかい。よかったら僕。よかった。ようこそ、ここが僕のホームさ。お帰りなさい、いつきさん。お客さんですか、いつきさん。ありがとう。荒っぽい連中ばかりで驚いたかい。あんたはまだ知らないだろうけど、いつきさんのスコードロンアルファルドは有名なんだよ。集団戦なら GGO でも。申し遅れました。彼はアルファルド。ご冗談を、みんないつきさんを慕ってきたものばかりです。どうせ遊ばれるなら彼らの相手もしてやってほしいので。そうなんですか、いつきさん。クレハさん、あなたは人を見る目がありますね。全くその通りです。人望ね、なんかうさんくさいな。僕はみんなの夢や話を聞いてあげただけなんだけど。
みんなに認められたい、かっこよくなりたい、銃を撃ちたい、戦場を味わってみたい。何より強くなりたい、強者として頂点に立ちたいとかね。その定義が何なのかによるけど、 VRMMORPG のプレイヤーの多くがそうなんだから。うん、なるほどね。この子だちなみに私はもともとゲームが好きで、ガンゲーにも興味があったか。大した理由はない。